待って。あぶね。ごめん。ちょっとさ、逃げられそうやったけど速攻取ったけど、でかくない？コンチャス聖君です。今日はですね、久しぶりに、お台場くぬぎの方にやってまいりました。今日はこちらね、クワート採集、カブトムシ採集やっていこうと思います。なんかいるね。それでは、やっていこう！早速なんかこの辺いた気がするけど、お、待って。あぶね。ごめん。ちょっとさ、逃げられそうやったけど速攻取ったけど、でかくない？バカでかい、ここが取れたんだけど。バカでかい。まあね。ちょ、ごめん。カメラでほんと映したかったんだけど、あ、ここクワガタがいるね。ここはメスがいますね。ここにね、この室の中に隠れていこうとしたら、この中。だけんね、ちょっとごめん。書き出し棒も出してなかったから、速攻で取っちゃったわ。ごめんごめん。みんな本当に申し訳ないけど。あ、でも取れたけんさ、見せれてよかったわ。あっぶねー。え？が？これてか、オスだね、このカブトムシね、クワガタ。オオセンチコガネっていうコガネムシが死んでますね。これだ、人来た？これこんなえぐれてたかな。カナブンがいますね。全然あんまりにも普通すぎて、普通に降りすぎて触れてなかった。あ、上にもカナブンがいますな。あ、木刀ガメついてますな。ここどこだ、ここ。ほら、木刀ガメの幼虫が樹液場をカミカミしてます。クワガタはこのコクは1匹だけかな、この辺は。ここにもコクはついてますな。よし、コクは押す。コクはめちゃくちゃ多いですね。僕は逃がしとこう、こいつはちっちゃいしね。ここ上の方のね、とこに入るんだけど、今日は入ってないな。てかめちゃくちゃ樹液の、うわ、待って、何、ふくらすずめか。これふくらすずめですね。下羽がめちゃくちゃ綺麗ながですね、青くて。平田いないかな。あ、なんかコオロギだ。なんだろう、ノコギリっぽいね、これね。ほら、ちょっと体が赤っぽいからノコギリっぽいですね。ノコギリっぽいのの死骸が落ちてて、ゴキブリがここにいますね。ここの中にゴキブリが、ゴキブリがいて、あとは、あ、クワガタいるやん。ピー出てきたけど、これ上行ってんの何。あ、マジか。あ、これヒラタか。ヒラタですね、ヒラタ。ヒラタクワガタ、ヒラタとコクワが仲良く樹液舐めてましたね、ここで。やっぱこの隙間に入ってんな。でかいのはいないか。ここね、上もね、樹液出てるんですよ。この辺。そこも今から見に行くんだけど、そこが気になるね。この辺にいそうだな。なんか、なんとか汽水系？うん。四つ星景色水と近い仲間の、なんとか、なんだ、景色水じゃなくて、なんとか汽水みたいな名前のやつがいるんだけど、それがいっぱいいますね。あとなんかよくわからん、この黒い点々。これ、キモいよね、樹液場にいるこれ。これ何なんだろうね。もしかしたらこいつらも樹液を出す何かかもしれないけど、ここにも平田よくついてるけど、あ、いるじゃん、でかくない？結構いいお尻してるよ。結構いいお尻してる平田がいますね。うわ、それそんな感じ。めっちゃでかくはないだろうけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、傷つけないようにゆっくり出そう、ゆっくり。うわーって少ないガー入ってきた、うざ。あー、痛い、挟まないで。挟んでくれた方が、あーん、あん、あん。平田ですね。よいしょ。やっぱこの隙間入ったね。ここよく入ってるんだよね、平田が。この薄い隙間にね。平田はやっぱ平田イクワガタですから。あー、あそこもいますね。ここ。コクワっぽいかな。平田かと思ったけど、コクワでしたね。まあ、平田にしてはね、確かに胸部に。え、何これ、何がいるこれ。うわ、これトモエじゃん。オオトモエじゃない、ここについてるこれ。やば、初めて見たかも、この辺だったらオオトモエ。ちょっと待ってね、捕まえたいな。オオトモエ捕まえよう。ちょっとみんなにも見せたいな、しっかり。あぶね、うわ、あぶね。今カメラ向けて撮る前に飛んで逃げるとこやった。なんかたまたま網の中入ってくれたけんよかったけど。やった、オオトモエかな、多分これ。初めて見ましたね、この辺で。結構綺麗な個体に見えたけどね、実際捕まえてみたら、ハエとかも結構すれかけがあるけど、でも俺の地域では初めて捕まえて初記録なんで嬉しいですね。オトモエちゃんです。めちゃくちゃ綺麗な顔じゃない？なんか秋に出てくるさ、山眉系の仲間にも、なんか引きを取らないような、いい画ですよね。トモエ模様があることからね、トモエ画と呼ばれております。いやー、久しぶりに見たな、オトモエ。めちゃくちゃ嬉しいかも、普通に。何もしないのに上からカナブンが落ちてきましたね。
上にもしかしたら花粉は跳ねのけてるものがいるのかな。やっぱなんかシデムシの仲間かな、こいつは。何シデムシかごめんわからん。平田し、大平田シデムシではないね。まあでもこの辺のうろ深い、あ、ここはいるし見えたかな、一瞬ここは映ったんだけど。すごいね、やっぱこんだけたくさんうろがあると一箇所で、あそこなんか入ってる、なんだろう、あ、平田か、奥に行くだろうな。ほら動いてるの分かるかな、ちょっともぞもぞ、ごめん、ちょっとピントがさすがに合わせられないけど、ここはっぽかったね。さっき大友恵がいたところの付近、ここがね、大友恵がいたところだね。めちゃめちゃ樹液すごいんだけど。でこの辺がちょっとガガンボさんどいて、あ、ここの辺がゴキブリが入ってますね。であとは、お、ホクワガタが出てきましたね、足元から何してんだろう。このポイントで初めて見るかも。よいしょ、よいしょ、このポイントで初めて見ました。これノコギリクワガタのメスですね。ほら、どう見てもノコギリのメス。やった、このポイントでは初記録ですね、このノコギリのメス。でもまあ持って帰るほどではないので、大きい例えば水牛のノコのペアのメスとかやったら持って帰ってもいいんですけど、ノコギリのメスは持って帰るほど僕はノコギリにそんな飢えてはいないので、まあ、この子はあったりリリースかな。とりあえず持っとこう。必死ですね。コクワのオスがついてますね。こいつなんだろう、こいつ。ここもなんか一匹ついてるね。うまく出せるかな。よいしょよいしょ。あ、コクワのメスかな、ペアだったのかな、まあ、見たいですね。コクワのメスですね、コクワのメス。あー、ちょっと待って、危ない、危ない、落ちないで、落ちないで。危ない。せっかく樹液舐めたのに落としちゃったらかわいそうだから。コクワのメスはね、背中に筋があるんでめちゃくちゃ分かりやすいですね。平田とかオオクワとかの、なんかよく間違えてる人 Twitter とか X とかインスタでも 見かけるんですけど、背中の筋見たらね一発で分かりますから。めちゃくちゃいいポジションやね、お前。てかそこ去年はね、ここに、あ、なんかコクワいるし、さっきのとはまた別のコクワ型がいますね。めっちゃコクワ多い。去年ここ平田多かったんだけどな、少ないな今年は。分かんない、あ、え、なんかついてる、ほら、ここ全然来てなかった。じゃあこの日まだ立ちがれてないんだ、生きてるんだ君。ちょっと待ってね、ここね足場悪くて取れないから、足場悪くて取れないんでちょっとカメラ一旦置きますね。俺のさ不手際でさ、上からカナブンめっちゃ落ちてきたった。この時にクワガタも落ちてった。でかいコクワガタっぽかったんだけどね、まあ、でかいコクワガタって結構矛盾してるようなこと言ってるような気がしますけども、はい、でかいコクワガタっぽかったんですよね。てか思ったより登ってこれるやん、もうちょっと。やっぱさ昼間とかにさ来ることが多かったからあれだけど、やっぱこの夜来ればね、スズメバチが飛んでくる心配はないんで、ゆっくり見れるのがいいですね。あー、知らなかったけどこの辺も樹液入れてるっぽいですね。あの景色水の仲間のなんだっけ、なんか4つなんとかなんとかなんとかみたいながいるんで、え、これ動物だね、絶対動物だね。これイタチかなんかの糞だね。噛み砕かれたカナブンが入ってますね。綺麗なうんこ。あ、でもこれ上の方もっと樹液入ってるポイントあるんだろうな。これ以上こっち側の木は登れないけど、なんとか降りてきました。いや、この木一本でマジで満足 いけるような採集ができるな、本当に。やばすぎ、うわ、樹液垂れてる樹液ポタポタ垂れてんのやばいよな。てか何これ、えぐ、何これ、えぐいザトウムシが、うん、えぐいザトウムシが。一応ここがね、今日取れた子たちなんだけど、まあ、他にもね、逃げられた平田とかちっちゃいコクワは取ってきてないんですが、このコクワよ、この子でも結構でかいんですよ。この子よ、いたたたたた、この子多分4センチぐらいあると思うのね。その子よりも多分一回り以上はでかいのね、これね。何センチある、これ。よし、まあ大体だけどね、5センチがないかな、ワンちゃん。うわー、5センチないわ、意外とだな。やっぱ5センチって相当でかいな、コクワの。ここ今、顎先ゼロなんですけど。45は間違いなく超えてますね。もうちょい下かな ?4、46、7ぐらいあるかな。でかいけどね、これで50ないんだ。5センチのコクワってどうなってんだ、マジで。これかなりでかいよ、ほら。わかる?コクワとしてはかなりでかいわけ。だってその辺のちっちゃい平田よりでかいよ、多分これ。これで50ないのか。コクワガタの50ミリってやっぱり化け物なんですね。まあ、この子はお持ち帰りします。
他の子はリリースでいいかな。そしたらコクワたちはこの辺に逃がしていきましょう。いやこいつでも結構でかいんだけどね、今のやつでも。でもそれでも4センチぐらいあるから、それよりやっぱ5ミリでかいだけで横幅もあそこまで変わるんですね。何この金分。よっしゃ、じゃこの平田も逃がすんだけど、サムネだけ撮りたい。今さサムネをね撮ろうと思って、今日のサムネ多分さこうやって並べてもさマジ負けを取らんぐらいでかいんだけど、このコクワオス。やば、うわ、いや何カナブン、何平田はね、この辺の陣取ってもらいましょう。でかい平田入んねえかな、ここ。俺のねちょっと夢なんだけど、ここにでかい7センチオーバーのバカデカ平田が入るっていう夢があるんだけど、入ってくんねえかな。ということでね、今回こんな感じで終わっていこうと思います。ついが明けてね、久しぶりにお台場クヌギの方でクワ採取したらバカデカコクワと平田から取れましたね。いやめちゃくちゃ嬉しいわ。バカデカコクワの方はお持ち帰りさせていただきます。僕はこんな感じでね、昆虫採取やクワ採取の動画いっぱいあげてます。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また次の動画、はい、バイバーイ。